ハニーポケット100日連続動画投稿チャレンジ、よいしょ。ありがとう。ありがとうございます。あ、こっちからも。皆さんどうもです。ハニーポケットドラムのりょうちんです。今日はですね、前回の引き続き、またね、私の好きなホラー映画を紹介するという時間を取らせていただこうかなと思っております。本日紹介する映画はかなり知ってる人が多い映画かと思います。キャビ、こちらは2012年に公開しまして、日本では2013年頃公開されました。ドリュー・ゴダード氏の映画でございます。こちらの映画の、あらすじはですね、5人の若者が山奥のね、携帯の電波も通らないような山荘にね、泊まってたら、急に地下の扉が開いて、地下にはね、いろんな怪しいアイテムがあって、その中の一つ、日記がありました。日記を読むとラテン語でね、いろいろ書かれておりまして、そこに呪文が書いてある。私たちの家族をね、蘇らせるよみたいな呪文が書いてあるね。まあそんなの読んじゃいけないに決まってるじゃん。それを読んじゃうんですね。読んじゃったらどうなるかというと、その山荘で昔起きたね、殺されてしまった家族が蘇る、なんてよくある映画なんですけれども、実はね、一言で言うならこの映画ね、映画を作る映画です。わけわかんない。例えば皆さんね、映画のお約束ってあるじゃないですか。あってほしいと思ってるタイプね。死亡フラグとか、やっぱりそういうの伝統とかあるじゃないですか。例えば、どう考えてもみんなで集まってた方がいいのにさ、手分けしようぜとか言い始める人がいたりさ、いやもうみんなでいろよみたいな。いや、そんなところで誘惑するみたいな、なんか、どう考えてもちょっと頭空っぽすぎるカップルだとかさ。お前ら本当に友達なのかっていうぐらいなんか高圧的な人がいたりとかさ。まあ結構やっぱり物語のね、ストーリーというかシナリオというか、それはみんなで集まってたらさ、モンスター側だって襲いにくいじゃん。でもいざ自分が同じ民だったらそんなことはしないしさ、もっと安全な立ち回りをすると思いません？そう、この映画のね、登場人物たちも結構ね、みんな冷静で、 B 級ホラー映画とか普通のホラー映画、モンスターパニックみたいなね、行動する人たちじゃ本来ないんですね。じゃあどうするかと、今まで僕たちが見てるような映画を作るために CG を使う科学班がいたりとか、メイクをする美術班がいるみたいに、このキャビンにも登場人物たちがシナリオ通り動くために、一つの映画としての行動をしてもらうために、モンスターが襲いやすいように科学的にね、なんかガスを放ったりだとか、根回しをするんですよ。そうすると本来冷静だったはずのこの5人の若者たちは知能が低下して、普段とは違う動きをして、モンスターが非常に襲いやすくなってしまうっていう映画なんですね。ただモンスターに襲われるだけじゃなくて、モンスターを襲わせる人がいるんですよ。こうやって映画を撮ってるわけじゃもちろんないですよ。それを本当にしてしまうっていうのがこの映画の題材になっております。そう、実は最初言ったね、ラテン語の呪文のモンスターも別に何でもよかったんですよ。こっちの襲わせる側としては、地下に眠るいろんなものの中から一つ5人の若者に選ばせた。それはもしかしたら殺人ピエロだったかもしれないし、快楽殺人者の家族だったかもしれないし、もしかしたら地獄にいる悪魔みたいな狼男だったかもしれない。今回たまたま5人はゾンビの家族を選んだ。5人の若者たちが苦しんで生贄になっていくっていうのが制作者の目的だったっていう映画なんですね。普通のホラー映画とはちょっと違うんですよね、この映画。俗に言うメタ表現、まあ、パロディだとかそういったものも存分に振り込んだ映画でして、画面は同時進行で進むことが多いんですよ。若者たちと襲わせてる側、若者たちが遊んでる姿も襲わせてる側はモニタリングしてたりとか、ホラー映画にはさ、カップルがいたりするやん。でそのカップルがまあチャコラしに行くわけですよ。まあそれもね、研究所の人たちはねって見てるわけですよ。この5人が頭のいいというか、冷静な動きをしないように、何回やろうとしたらこっちが阻止して、何回やろうとしたら阻止してっていう風にして、モンスターを育てていくって映画なんですけども、まあ、この映画で、ね、最終的に生き残った2人が、その研究所に行くんですよ。山奥の山荘の下に、その研究所があるんですけども、そこからはね、思うお祭りです。そんな2人も残っちゃいけないんですよ。映画的にもね。やっぱ映画って最後の1人が残ったりとか。まあ誰も残んなかったりするっていうのが、やっぱホラー映画との鉄則っていうかお約束じゃないですか。二人も残っちゃダメなんだから、殺しに来るんですね。その研究所降りたら。やばいやばい、どうしようどうしよう。こっち側は、ただの人間ですよ。銃持った。殺せればいいから。やべ、どうしようどうしようどうしようつってね。行った先にあった一つのボタンを押すんですね。それは何かっていうと、研究所のシステム解除のボタンなんですね。どうなるかっていうと、もう皆さんお分かりですね。収納されてるモンスターが全解放するんですよ。もうお祭りですね、そっからは。パーティーの始まりだっつって思ってますからね。いろんなモンスターが研究所にブワーって広がって、もう大騒ぎになる。
ていう映画なんですね。まあもちろんね、オチもちゃんとあるんですけれども、このお祭りの部分を見るために俺は多分4回5回ぐらい見てるんですけどもこちらの映画やっぱりね、僕一番好きとまでは言っちゃうかもしれないぐらい好きで、映画でして何回も何回も見てる映画なんですけども、王道を作る映画っていうのはやっぱ珍しいんじゃないですか。俺たちが見てた王道は実はこうやってできてたんだよなんてね、言わせてしまうような、まあ一回何も考えずに見て、一回目は映画を作るための映画だったと思って見ると、違う面白さっていうのが分かる映画なのかな、邪道だけど王道みたいな映画になっております。もしね、一回とりあえず見たけどなんかよく分かんなかったって方は、映画を作る映画だったんだなと思って見ていただけると、また楽しさが分かるんじゃないかなと思います。今日はですね、キャビンについて紹介させていただきました。少しでも気になった方がいたらね、ぜひ見ていただければと思います。あとね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。ハニーポケットドラムのりょうちんでした。またねー。